皆さんこんにちは、証券ママです。今日はたたききゅうりと豚肉の冷しゃぶを作ります。きゅうりをたたくことによってとってもお味が染みます。お肉もとても柔らかくてタレも絶品なので、ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。とっても美味しいです。それでは材料です。まずきゅうりが2本、豚の薄切り肉またはしゃぶしゃぶ用が 150g、 それからネギが 5cm、 生姜が 10g、 それから大葉が3枚、それから白ごまが大さじ1です。それからタレの方の材料です。醤油が大さじ2杯半、それから砂糖が大さじ1杯半、お酢が大さじ1、ごま油が大さじ1、それからきゅうりを板ずりしていく時のお塩と、豚肉を茹でていく時のお酒とお砂糖ですね。それからお好みでラー油を、これをね少しお好みで使っていきます。はい、それではね、まずねきゅうりをちょっとお塩をして板ずりします。お塩をね、これに小さじ1ほどしますね。はい、そしたらね、しばらくね、10分ほどね、この状態で置いておきます。はい、そしたら先にタレを作っていきます。まずネギ5センチですね。これはみじん切りにします。そしたら次にね、生姜もみじん切りにします。はい、生姜もみじん切りにしたのでね、ボウルに入れてしまいます。そしたら調味料を入れていきます。まずね、砂糖が大さじ1杯半です。それから醤油が大さじ2杯半です。それからお酢が大さじ1入ります。それからごま油が大さじ1入ります。はい、それでね、これをよくね混ぜておきます。これがねタレになります。あとね、お好みでねラー油をねちょっとね、じゃあ少しね、今日はねあんまり私も辛いの好きじゃないんで、ほんの少し5滴ぐらい入れました。はい、じゃあね、これで混ぜておきます。これがねタレになります。はい、そしたらですね、今ね板ずりしておいたきゅうり2本ですね、これだいぶしんなりしました。こんな感じでね、そしたらヘタは切り落とします。そしたらね、こういった麺棒みたいので軽くね、こうちょっと叩きますね。こんくらいでいいでしょうかね。そしたらね、これを適当な大きさにね切りますね。乱切りというかこんな感じでね、割と大きめの方がいいと思いますけれども、そしたらね、ちょっとザルの上に置いておきますね。きゅうりからねお水がね出ると、タレの方がね薄くなっちゃうので、ちょっとねお肉を茹でるまでこうやってザルの上にね揚げておきます。はい、それからね、今日のお肉ちょっとね、これ薄切りのね、こんな感じの薄切りのロース肉なんですが、これしゃぶしゃぶ用でもいいです。しゃぶしゃぶ用と同じぐらい薄いです。今日ちょっと大きいのでね、これ2等分に切りますね。 150g あります。それからね、この先ほど作ったタレありますよね。これね、もしね、暑い時はこれね、少し冷蔵庫に入れてね、これ冷やしておいてくださいね。じゃあちょっとね、冷蔵庫に私少し入れておきます。はい、それではね、こういったお鍋とかフライパンにお湯を沸かします。これだいたい1リットルあります。これにね、お酒を大さじ1入れます。はい。それからお肉を柔らかくするためにね、お砂糖をね、ちょっと小さじ1ほど入れます。
はい。そしてもう火は消してしまいます。そしてお肉を1枚ずつ入れていきます。これね、いつもね、これね、火もつけなくてもね、このままでね、あのね、火通ると思うんですがね、もし通らないようであればごくごく弱火にしてください。このぐらいの 150g ぐらいのね量でしたら、これ火つけなくても一度沸騰させたお湯にね、こうやってしばらくつけておくとね、これだけで火は通ります。はい、もうこんな感じでね、火は通っているので、これね、ざるにもね、あげちゃいますね。はい、こんな感じでね、もう火が通ったので、このままね、水を切って冷ましておきます。はい、それではね、お肉も冷めたので、ちょっとね、このタレも冷やしておきました。じゃあね、これを全部このボウルの中で和えていきます。それからきゅうりはね、あの水分が出るので、もしあれ出してたらね、これペーパーで少しね拭いてください。今日はね、あのちょっとね、あの塩をして、あの水分をね先に抜いておいたんですがね、これ水分がねたくさん出るとね、タレが薄まってしまうのでね、ちょっと両方ね、お肉も両方水分を取りました。そしたらね、この中に全部入れてしまいます。今日はね、かけないで和えてしまいます。はい、こんな感じにね、軽く和えたら盛り付けます。はい、じゃあね、こんな感じの、今日はちょっとあのガラスのね、涼しげな器にね、盛り付けます。はい、こんな感じにね、盛り付けたらね、白ごまをね、少しね、大さじ1ほど、ちょっと多いかもしれませんけれども、パラパラパラとね。はい、これでたたききゅうりと豚の冷しゃぶの出来上がりです。こんな感じでとっても美味しそうにできました。簡単なのでね、ぜひ作ってみてください。はい、それではね、出来上がったのでね、ちょっと試食してみたいと思います。まずはね、このきゅうりとお肉ですね。はい、ちょっと大葉もね、少し一緒に、もうちょっとね、タレにね、タレをね、少しね、つけていただいてみます。じゃあ、いただきます。うん、このタレ最高に美味しいです。お肉もね、じゃあいただきます。うん、お酒とお砂糖を入れてね、茹でるっていうか、沸騰したお湯にね、少しね、このつけてるだけで火は十分通っていて、とってもお肉も柔らかくできています。とっても簡単なのでね、少しこのタレとキュウリを冷やしておくと、真夏の暑い時でもね、とってもさっぱり美味しく食べられるので、ぜひ作ってみてください。とっても美味しくできました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この時期ね、とってもきゅうりが美味しいので、他にもね、きゅうりを使ったレシピの動画もたくさんあるので、よろしければ概要欄に貼っておくので、ご覧になってみてください。それでは皆様、お元気で、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。またね。翔健ママでした。